チャオ、あっちゃんです。今日は9月の15日木曜日です。はい、多分日付結構いい加減です。はい、今日はね、白身魚とイカフライスーパー森川で特価やったから買ってきたんで、それあげたいと思います。はい。はい、揚げ物は。油を、あっちいつも少ないめ、1センチぐらい。こんなもん。はい、タルタルソース自家製で作ります。この前ね、昨日使った玉ねぎの残りがあるから。大きいと子供ちゃんが嫌がるから、玉ねぎとゆで卵、今日ねバタバタしてたらね、ちょっと時間遅くなっちゃったね。なんだかんだ忙しいわ。ちょっと今日はね、お母ちゃんがちょっとね、なんか病院行くみたいな話で、そんな病院行くね、もしかして入院するかもわからへん、よくわからへんだけど、そんな感じの話とかなんやかんやでバタバタしてたのよ。何言ってんだ、よいしょ、ぐちゃぐちゃだったね。卵はね、美味しいからね。もう一個か。切りにくい。なんか違うの。はい。揚げ物。忙しい。ここにね、マヨ、あ、ピクルス、そう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 、これが大事だね。ピクルスを、ピクルスちょっと入れます。で、マヨ、なのかな、軽く塩コショウ、あれ出る、
OK です。はい、ね、今白身フライは上がりました。カキじゃない、イカフライ。最後にフライドポテトも揚げます。ちょっと油少なかったかな。油少ないとね、焦げやすいんだよね。フライパン麺に入れちゃうから。重なっているところできるだけ重ならないようにした方がいいな。油面が低いから、ね、フライドポテトもね、冷凍の買っといたら楽やねんけど、いつもはね、もらったじゃがいもで作るんだけど、やっぱ全然味が違う。そっちの方が美味しいねんけどね。今日みたいにちょっとバタバタしちゃった日は、昨日もバタバタ、なんか最近バタバタしっぱなしな気がするけど、貧乏暇なしでございます。はい、夜になるとね、結構時間は空いてくるんだけど、昼間なんやかんやバタバタするんだよね。明日もね、昼ぐらいに出ていかなあかんからね。昼ちょっとね、昼ぐらいに、待ち合わせがあって、そこ行って、でまた夕方の3時ぐらいから出ていかんとあかんからね。忙しいございます。はい、はい、今日の晩ご飯は、白身魚フライとイカフライとフライドポテトです。3人で、自家製のタルタルソースです。はい、でご飯炊く時間なかった。子供ちゃんたちは昨日の残りご飯のチン、はい、であっちゃんはご飯なしです。今日はもう忙しくてね、バタバタしちゃって、うん、で、7時40分過ぎちゃいました。はい、たっぷりかけて、多い麺作ったからまた明日も使えるしね、うん、自家製っていうか、うん、作ったやつ、保存料も何も入ってないから、うん、なんていうの、日持ちせえへんけどね、うん、まあ数日は持ちます。ではいただきます。うんうんうん、おいしい。これね、スーパーモリカで作ってんねん、多分。うん、美味しいよ。中のね、調理室、厨房っていうの丸見えなんすと思いかね、うん、何食ってるかでも見えんね、ね、仲良いおばちゃんとかばっかりやから、ずっと買い物行ったら喋んねん、そこで。タルタルソースかけへんの？美味しいよ。ポテトばっかり食べてる。どう？
じゃあ、赤わからんて、ちゃんと食べてみ。アンカフライ美味しい。アンカフライのタルタルソースかけよう。タルタル、なんじゃたっぷりかけたっぷりかけるな、タルタル。じゃあそのそのたっぷりタルタルソースはたっぷりかけたいね。袋の分しかないねんか、タルタルソース。タルタルソースは袋の分しかない。ああ、そっかそっか、給食で袋のちっちゃいやつか。これが、それぐらいかけた方が美味しいから。違うやろ、味薄いからごまかしい。味薄いからごまかしちゃうわよ。あ、これ味濃いの？うんうん。あ、そうなの。最近寝てん気がする。寝てない。美味しいやろ、いっぱいかけたら。タルタルソースも自家製作った方が美味しい。味調整できるから。こっちは何？ん？同じやん。ちっちゃいの。ちっちゃいのいいか。はい。サラダ菜にマヨかけよう。もう置いといたって、もうかてた。ちょっと前々ね、量とかしたらもう怖がっててんけど、最近怖がらないなって。大きいの無理、大きいのは無理らしい。いいかな、おじちゃん、トイレ。なんでご飯始まってからトイレ行くね。こんな感じにね、うん、一日は日常会話をしながら晩ご飯食べております。うん、いつもこんな感じよ。別に量が声が小さいとかわけでもない。いつもこんなぐらいボソボソと喋るよ。いつも疲れたな、今日。今日はなんか疲れた。まあ、んなこと言ってもいいけど、そろそろ、ね、ゆっくり。まあ、あとゆっくり食べて、あとね、デザート食べて、ゆっくりしたいと思います。では、またね、バイバイ。